終わった。お疲れ様、下田君。これ売れ残りだけど、よかったら。あ、ありがとうございます。またよろしくね。はい、失礼します。俺の名前は下田、27歳。舞台俳優を志し、バイトと劇団の活動を両立させている。劇団の方が忙しいため、バイトをするのは夕方から夜間。今は週2から3回弁当屋で働いている。年収100万円前後、夢を優先しているため生活はかなり厳しい。あー、売れ残りでも何でもいいよ。帰ってきてすぐに飯が食える、最高の贅沢だな。ここで年収100万円の俺の暮らしをざっくりお伝えしよう。1ヶ月のバイト代は8万円前後、駅から徒歩30分、築40年のアパート住まいで、家賃は2万5千円。今日のように弁当の残りをもらうなどしてギリギリまで切り詰めて、食費は1万円、冷暖房は我慢、風呂は週2回に制限して、水道光熱費が1万8千円、劇団関係の付き合いで交際費1万円、その他もろもろひっくるめて1万円。なんだかんだギリギリで生活できている。明日着る服まだあるな。天気もいいみたいだから、明日は早起きして洗濯するか。そうと決まれば。寒いし早く寝よう。今の俺は夢のために生きていると言っても過言ではない。毎月の生活はギリギリだし、生活環境がいいとはとても思えないけど、仲間もみんな似たり寄ったりだから、別にひもじくなんかない。むしろ一応親は理解してくれてるし、夢を追いかけながら生活できているだけでも幸せなんじゃないかとさえ思う。よーし、1週間分の洗濯完了。昼飯は昨日の弁当があるし、夜も昨日の弁当でいけるな。行ってきます。山内さん、おはようございます。お、来たな。聞けよ、こいつまたスマホ止められたって。これで3回目ですよ。もうスマホやめようかな。やめたらいいのに、俺はとっくにやめたぞ。でもなかなか手放す勇気が。意外とどうにかなるって。はいはい、チケットの手売りは順調か。預かったお金は俺に渡せよ。ああ、そうでした、お願いします。よし、じゃあ始めようか。来週末が本番だからな、気合い入れていくぞ。はい。俺が所属している劇団は、大学時代の先輩である山内さんが運営している。もともとは山内さんが大学のサークル時代に旗揚げしたものだ。俺は活動3年目だが、残念ながら劇団の活動から得られる収益はない。むしろ持ち出しがないだけマシな方だ。稽古は厳しいし苦労も多いけど、気の合う仲間がいて大好きな舞台に立てる。この環境がある限り何があっても頑張れる、そう思っていた。明日は10時から稽古か。公演も近いし頑張らなきゃな。下田さん、探してたんですよ。あれ、どうしたの？実は山内さんと連絡が取れなくて。なんだよ、山内さんもスマホ止められちゃったんじゃないの？違いますよ、昨日手売りのチケット代も山内さんに渡したじゃないですか。どうもそれを持ち逃げしたんじゃないかって。え？見つかった？いや、自宅も空っぽだしスマホもダメだ。俺昨日聞いちゃったんです、前売りのお金があれば実家への交通費は心配いらないって。そんな、だって今度の公演を一番楽しみにしていたのは山内さんだったじゃないか。そうかな、チケットを売れとは言っていたけど、今思うと分かんないよ。そんな、公演どうします？にわかには信じられなかったが、山内さんは見つからなかった。公演の日にちは迫っていたが、稽古どころではなくなり中止へ。前売りでさばいていたチケット代、ホールのキャンセル料、合わせて120万円の借金だけが俺たちに残された。お疲れ。みんなは？連絡取れないんですよね。え？嘘だろ？
下田さん、スマホないから知らないかもですけど、 SNS のアカウントとかもみんな消えてるんですよ。そんな、借金負いたくないからって最低ですよね。貧乏なのみんな同じなのに。元はといえば山之内さんだろう。なんなんすかね、仲間って。俺嫌ですよ、頑張ってきたのにこんな。絶望的な気持ちになった。なんでみんなで夢に向かって進んでいたはずだったのに。山之内さん、その日俺は劇団の夢を見た。下田、これやるよ。いいんですか。古着で気に入ってるんだけど、ちょっとでかくてさ、お前なら似合いそうだし。ありがとうございます。お前でかくなれよ。下田はガッツあるからさ、有名になってたくさんお客さん呼んでくれよな。はい、仲間がいたから頑張れた。俺一人じゃ何もできない。しかし現実は非常だ。俺ともう一人の後輩で借金を返しながらひたすらバイトに明け暮れる日々が3ヶ月ほど続いた。やがてそいつも体調を崩して逃げるように実家へ帰っていった。俺は何も言えなかった。だってそいつはちっとも悪くないんだ。今月のバイト代25万円か。頑張ったな。生活費除いて返済に15、いや16万円返せるかな。どうだろう、あの頃は良かったな。もう一度舞台に立ちたいな。あとどれくらいこんな生活を続ければいいのか。でも俺はまだ舞台俳優への道を諦めたわけじゃなかった。バイト三昧の日々の合間を縫ってオーディションを受けたり劇団の入団テストを受けたりしていたのだ。しかしいい知らせはなかった。そんなに甘くないってことだ。いや諦めないよ、俺は諦めない。あと半年、1年、今のペースで働けばいいじゃないか。このくらいどうってことない、どうってこと。借金を返したら一度実家に帰ろうか、そう思っていた時のことだ。また請求書か。あれ違うな、これ。まさか請求書かと思った。それは数ヶ月前にオーディションを受けた演出家からの手紙だった。そこに書かれていたのは衝撃の内容だ。あの時の覚えていてくれたんだ。最後まで残ったのあれ以来なかったから。ああ、下田くん、よく来てくれたね。はじめまして、下田です。何言ってるんだ、初めてじゃないだろう。よく覚えてるよ、あの時のオーディション。残念ながら最終で落とさざるを得なかったけど、君はとても輝いていた。ありがとうございます。君みたいな人が欲しかったんだ。新しく劇団を旗揚げしようと思ったんだけど、核になるような人がいなくてね。エネルギッシュで情熱的で、こう周りを動かすパワーのある人がね。俺はそんな人物じゃ。謙遜するな。君の中に私はすごいパワーを感じたよ。何が何でも役を勝ち取りたいという情熱、演技を心から楽しんでいるあの顔、君は必ず大きくなる。今はどこにも所属していないんだろう。はい、でも先日お伝えしたようにちょっといろいろあって今すぐっていうわけには。そう言うなよ、もう君の席は用意してあるんだ。はい、これね、受け取って。必要な資料とかが入っているから。はあ、とんでもなくありがたい話だったが、この時点で俺にはまだ借金が残っていた。あと20万円、最低あと2ヶ月は死ぬ気でバイトしないと返せない金額だ。言わなきゃ、2ヶ月待ってくださいって。住む場所もね、
よかったら僕が持っているマンションを貸すからさ。もちろん家賃なんかいらないよ。ああ、あとそれね、これ祝い金だよ。20万円入っている。それでもう一生懸命バイトしなくてもいいだろう。いや、受け取れませんよ。どうして。いいじゃないか。僕は君にもっともっと活躍してほしいんだ。その代わりそんなに甘くはないよ。でも君ならきっと乗り越えられる。だから頼むよ。いいんですか。ああ、その代わり最初の給料は月10万円からだ。いいかな。はい、よろしくお願いします。こうして俺は地獄のようなバイトと借金返済の生活を終えることができた。今は憧れの演出家の先生のもと毎日厳しい稽古に励んでいる。でもそんなのはちっとも辛くない。俺は夢をつかむんだから。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。